1947年、清水元吉8月31日から2008年3月30日は、廃人、小説家。本名、清水元吉。現在の東京都渋谷区の宇田川町、道玄坂、港区の青山界隈に生まれ育った。1925年、東京府青山市藩学校附属小学校へ入った。1931年東京市立。 第一中学校に進むが胸を病んで中退し、1934年16歳、生息英語学校へ転じた。1938年から4年近く、各地に転地療養し、その間の1940年、横光リーチを知り、翌年、櫛、鶴の主催者、石田破京の門に入った。同人誌に参加し、北条誠、岩屋第四、村松貞太か宝を知った。 1943年秋、波響出生の後、石塚雄二と鶴を守ったが、辞局のため1年で休館した。1944年26歳、小説、雨元気と元律を当時ただ一つ残された同人誌、日本文学者6月号と9月号に発表し、雨元気は昭和19年上半期芥川賞の予選を通過し、元律は、 同年下半期の芥川賞を得た。受賞の決定は1945年2月、すでに B-29 の空襲が激しい時期であった。64ページに痩せた文芸春秋は3月号に元律を掲載して休館した。この直後、鎌倉市を大喜ヶ谷津に移転し、中山義秀長井達夫らと交わるようになった。以降、生涯を 同市内の諸書,書に住んだ。1948年30歳、串、足尾へ復帰した石田派卿に従い、その同人となった。1949年31歳の時、結婚した。俳句や小説を投稿し続けた。1958年40歳から串、士、ヒを主催した。1959年から1975年、電通に勤務した。 1981年から、里見トン、コンヒ小林秀夫、永長井達夫,夫らと鎌倉文学間設立の計画に加わり、1985年の開館にこぎつけ、1991年から2004年まで第二大館長を務めた。1986年から、神奈川新聞の神奈川廃団の選者であった。2008年、満90歳を目前に、 前立腺がんにより死去した。ありがとうございます。